はい、子どもの人権を守る会チャンネルをご覧の皆様、2020年になりました。明けましておめでとうございます。いつもこのチャンネルをね、見ていただいて本当にありがとうございます。おかげさまで、2年目をね、迎えることができました。はい、ということで、子どもの人権を守る会、ね、2020年も引き続きね、活動を続けていきますので、今年もよろしくお願いします。ということで、まあ2020年一発目の動画はですね、まあちょっと軽めのね、挨拶程度ということで、やらせていただきたいと思います。で、まあ今年のね、目標はですね、簡単にちょっとまあここでね、言わせてもらうとですね、まあ、2019年は本当にこの活動を始めたばっかりでね、右も左も分からずにやってきたわけなんですが、まあ、そこでいろんなことをね、学び、まあ、いろんな人に出会いね、で、まあ、支援者協力者っていうのもある程度増えてきたということで、2020年はそれをね、生かしてですね、さらなる飛躍にね、つなげたいなと思っております。で、やっぱり まあね、この問題っていうのはやっぱり政治の問題なんでね、政治の方にも、まあ、ね、どういう形になるかわからないですけど、まあ少しずつね、ちょっとね、切り込んでいければいいなと思っています。ね。まあ何よりもやっぱり子供の権利がね、守られるようになってね、そういった子供たちが社会でね、守られるような、仕組みを作ってですね、守られるような社会にしていきたいと思っております。そこはもう絶対ブレないんでね、やっていきたいと思ってます。それからね、去年もね、お話しさせてもらったんですけど、ね、皆さん初詣、もう行かれた方も多いんじゃないかなと思うんですが、やっぱりこういう問題ね、もう誰も解決できないような問題にこう直面するとですね、どうしてもね、この神頼み、神様、仏様、助けてください、なんとかしてください、どうにかしてください、ね、どうしても神頼みに走ってしまう方もね、少なくないんじゃないかなと思うんですが、こういう問題、やっぱり神頼みしてもね、解決しません。神様は問題解決できません。ね、問題はやっぱり僕らがしっかり解決していかないといけないんです。ね、だからその神頼みをしたいね、気持ちもすごくわかるんですが、神頼みするぐらいのね、その時間と労力があるんだったら、まず自分の目的を達成するためにね、まず行動しましょう。ね、勉強でもそうだし、動くこともそう。ね。まあ、市議会議員さんに、当たってみるっていうのもそうだし、まあ、そういった行動に使った方がよっぽど効率がいいし、生産性があると思います。で、それからね、お賽銭にね、お金、チャリンって入れると思うんですけど、そんなことするぐらいだったら、この団体にね、寄付してもらった方が、目的達成する可能性高くなりますので、ぜひその辺もね、よろしくお願いします。で、別には決して、お参りというかね、神頼みをしちゃダメっていう話ではないんですよ。ね、それよりも、やるべきことがあるんじゃないの、大事なことがあるんじゃないのってことです。で、やっぱりね、見てると、そうやってね、神頼み、してる人に限ってね、うまくいってない人が多いです、やっぱり。僕の経験上うまくいってる人いないです。やっぱり、うまくいってる人は、その神頼みとか何かに頼らずね、自分で何とかしてやろうってことで、一生懸命行動して努力してね、解決してる方がほとんどです。ね。まあ、だから、まあ、神頼みはね、あんまり意味ないよっていうことですね。それが言いたいんです。ただ、まあ、これだけ言っても、ね、お参り行ってね、神社行って、賽銭入れて、手合わせて、
ね、神様仏様何とかしてくださいお願いしますなんてねやってしまう人がいるんですが、まあもうそういう人はねしょうもないっすね。うん、しょうもない、しょうもない。なくなりますよ。No, you didn't want a life this hard, but your head is playing all this. え、これ撮ってんの？これじゃあ、あの、まあ、プライベートや。あの、絶対あの、すぐ消してこれ。アップとか絶対しないで。The storm will soon subside.絶対これあの公開しない。基地中ですね。基地中。普通に楽しんでるじゃないですか。ねえ、あのこれプライベートに公開しない。はい、ありがとうございます。私もよろしくお願いします。